ファイティングレイヤーのサメが、未だに強いらしいよ。水中でサメに襲われるという想像だにしない展開ですからね。びっくりします。まさか水中にサメがいるなんてね。すごい発想でした。今回は初心者でもできる、サメ殴りのポイントを見ていくよ。立派な殴り手を目指しましょう。じゃあ早速、フラフラしてればサメが突っ込んでくるので。ガードして、ヒグマ？ガードして、輪廻の果てまで凝縮した全力で、殴る。繰り返すよ。サメ来たー、守る。守る。殴る。二回立ちガードしたら、近づいて殴る、ということですね。これさえ覚えておけば大体勝てるよ。投げの方は、無視しても体力立ちできますからね。そうだね。投げの解説はなしで。はい、誰です？投げ、適当にしてる時にサメがその場で一回転したら、近づくのを待って、ジャンプして、幾度の一切を貫く一撃を放つ。繰り返すよ。サメ回ったー、待つ、飛ぶ、殴る。投げですからね。引きつけてから飛んで殴る、と。サメの攻撃行動は、2種類しかないから、これも覚えればまず負けはないね。何回か失敗して食べられても安心ですね。まとめるよ。サメが突っ込んできたら、守る。守る。殴る。サメがその場で1回転したら、待つ、飛ぶ、殴る。2回ガードして殴る。引っ付けてジャンプして殴る。とにかくこの二つのパターンが、サメ殴りの基本か極意だよ。わからなかったらとりあえず、サメの突進から二回ガードして殴る。この流れだけまずは練習してみよう。順調にできればこれだけでも十分にサメを殴れるよ。もう立派な B クラス職位、じゃない。サメの殴り手だね。悪いがサメ退治がある。ファイティングレイヤーを遊ぶ際なら言うことができますね。人生で一度は言っておきたいこのセリフ、自然に使える機会はそうないよ。さて、最後に一つだけ。サメ殴りは怒りや憎しみでやってはいけません。サメ殴りもまた、愛なのです。サメを愛し、また愛されましょう。そうすれば、見えてくるものも、きっとあるはずです。今回はこの辺で、良いサメ殴りライフを、ご視聴ありがとうございました。愛だね。愛。